自身3度目の三冠王で1924年のワールドシリーズ優勝に貢献したウォルター・ジョンソン。この一覧はメジャーリーグのアメリカンリーグ中地区に所属するミネソタツウィンズの年度別成績一覧である。レギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績、歴代監督、観客動員数を年度別に上げた。なお、レギュラーシーズン及びポストシーズンの主要タイトル。 受賞者を以下に示す。ミネソタツインズは1901年、アメリカンリーグ創設とともに、ワシントンセネタースとして誕生。創設から、しばらく会に低迷する球団であった。しかし、バッキー・ハリスを監督に迎えた1924年に、ワールドシリーズ初優勝を果たす。これが、ワシントン時代唯一のワールドチャンピオンとなった。 その後もセネタース時代に二度リーグ優勝しているが、チームは再び低迷し、ミネソタへ移転することとなる。1961年、本拠地をミネアポリスに移しミネソタツインズとなった。ミネソタでは1987年と1991年に、ワールドチャンピオンに輝いている。2000年以降では6度地区優勝を果たすが、2002年に、 突破した以外はいずれもディビジョンシリーズで敗退。2004年以降はポストシーズンでの連敗が続いている。判例、ありがとうございます。